どうも皆さんこんにちは。こんにちは。金子さん来ましたよ。はい。いよいよシーズンですね。シーズンね。もういよいよもうすぐす、もうどうだよ、この動画がアップされるのは、はい、3月かな。3月にも入ろうとしているところですが、はい、うん、もう衣替えですよね。衣替えで、うん、実はまあ新しい春夏ものの生地が入ってきたわけですね。はいはい、おめでとうございますで、はい、まあ、ちょっと早い気もせんでもないですけど、はい、皆さん多分見てる方そんな気になってるんじゃないかなと、はい、思うんですが、はい、やはりそこはオーダーですから。オーダーですからね。ご注文いただいてから仕上がるまでに、はい、お時間を要するわけですね。出来上がるまでにね。そうなんです、はい、なので早めに作っといた方がいいよって。そうですね、ちょうどこの動画を見るぐらいに作ったらちょうどいいいいですね。時期になってくるんじゃないかみたいな、ね、4月ぐらいの私とか今初めて見てますけどね届きたてほや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 ですね。結構いろいろ濃い色がやっぱり中心なのかなと思ったんですけど、割といろんな色があるんですね。春夏らしい。そうですね、爽やかな色も、爽やかな色味もありますので。いや楽しみですね。はい、楽しみですね今日は、はい、その中からちょっとテーマ別に、ええ、おすすめ記事紹介をしていこうかなと思います。はい、そこでまず、うん、第1弾無地探します。まあ、まあ、黒無地、まあ、一応出しますけどね。黒無地はもう分かるかなと思うんですけど、まあ、まあ定番的なね、うん、僕ほとんど持ってる生地無地なんですよね。今日も無地ですもん。今日無地ですね。色は違いますけど無地ですもんねそう、あのスタイリングとかデザインとかによっては無地でも全然。無地はねいいと思いますよ僕ね。絶対いいと思いますわ。結構本当にお客様とかで、うん、はい、無地ってちょっとリクルートっぽくならへんっていう、うん、よう言われますけどね、ことをおっしゃる方おられるんですが、うん、まあ合わせ方でどうとでもなると言いますかね。そうですね。これ実はこうやって探しながら今期自分で作るやつ探してるんですけどね合わせてね。合わせてまずまあ無地でっていうか無地で、はい、こんだけありますよ。めっちゃあるっすね。これ回しですよね。うん、あこれもっすわ。これまあ基本はやっぱ定番的な黒コングレーですけれども。そうですね。まあちょっと変わった生地でピックアップしていきましょうよ。ちょっとザク織りのコン、ザク織りのコンね。うん、ポップサックではないけどざっくりした、うん、ちょっと似たような感じですけど片方もう一人か、うん、ピンドットピンチェック細かい点の集合です。遠目で見ると無地ですね。そうですね、ライトグレーっぽい感じに見えますね。無地の中でも262の同じコーンの分類でも上がザク織り下が、うん、スモーキー、あ、スモーキー、色はスモーキースモーキートーンですね、うん、今ねちょっと画像で写ってるとちょっと暗く見えますけど実際見るともっと明るいです。これそうですね、黒と比較するとわかるかな。ちょっと分かりにくいですね、うん、濃く映っちゃうけど結構明るいですね、コーンの中でも。で結構去年ぐらいから明るめのコーンっていうのが、ね、うん、流行りだして。そうですね、結構定番化してきてるんですけど、まあ例に漏れず今年の春夏も明るいのが流行ってくると予想はされておりますので。こういうジャケパン好きっすわ、こういう明るい色もうこれでいこうかな今季な、うん、おすすめこれですよね。うん、僕はこれなんですけどどう思います。僕もこれはおすすめですね。
これなんと、はい、素材が、はい、あのウールとシルク、はい、シルク？お蚕さん絹？絹だからもう眉ですか？すごいそうそうごめんなさいごめんなさいすごいさらっとしたへえ、あ、じゃあ光沢もあるんじゃないですかね、うん、艶もあって手触りも良くて微光沢かな。へえ、それ何？これもシルク入ってますね。あ、それもシルクか。この辺のシリーズおすすめですけど、やっぱりシルクのそのしなやかさと、うん、さらっとした感じ。まあ、平尾夏物はちょっと光沢は正直出づらいんですけど、うん、すごい清涼感があって軽い仕上がりになるんで、そうですね、まあ、こう春夏ちょっとこう崩してね、うん、あんまカチッとしすぎず着たいっていう方はすごくおすすめの素材ですね、うん、これぐらい明るい方がでもやっぱり こっちかな、これぐらい明るい方が季節らしいですよね。うん、うん、やっぱりちょっと明るすぎるなって抵抗ある方はこっちとかでも全然、これは、うん、まあそんなに明るい紺じゃないですけど、うん、折りがさっき言ってましたけどちょっとざっくりした、うんうん、ポップサック気味の折りなんで、これもなんていうんですかね、軽快な仕上がりになると思います。あとはまあライトグレーとかね。そうですね、うん、まあ、明るすぎず濃すぎずのグレー。これもちょっと絵で見ると濃く映っちゃうけど、ミディアムグレー、キャノニコですね。キャノニコ、ビターレバルベリスカノニコ、カノニコスーペル120ですスーパー120ね、はい結構ありますね。あるね。これグレーでコンっていうのが鉄板じゃないですか。あ、ジャケパン、はい、鉄板じゃないですか。金子さん、いや、要あるところでね。あ、はい、もう金子店長はあれですもんね、無地2着買って着回して4着コーディネート。なんか言い方が貧乏くさいですねいや、4通り楽しむってことですよねあ、4通りコーディネートねでもね、ちょっとねチャレンジしたいのがワントーン、グレーグレーで明るい恋を出す、こういうのもいいかなって思ってきたんですよね最近。もうそこに行き着きましたか。いよいよね。いよ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 、もうグレー、コンとグレーじゃ満足できなくなってきたわけですね。もう来すぎたんです、多分コンとグレーって、うん、上コン下グレー、上グレー下コン。ただ明るいもん同士の上下は、それで上級者ですよ。結構難しいですよね。いけるんでしょ。めっちゃおしゃれだけどね、うん、超上級者向けと思います、うん、これできますわ。これでどっかで登場しますね。ほんまですか？約束ですよ。うん、マジで来ます。いいですいいです、うん、マジでこの感じでいこうかな。作るんですか？それ作ります、ほんなら。じゃあこれ終わってから伝票書きますわ。ありがとうございます買います。まだ値段はこれ公開されてないんですよね。いや、してますよ。僕はもう決めますから。結構安いんですよね。こちらまあスーツですとともに、うん、49,000円のプラス税となっております。49,000円のプラス税、書いていってみよう多分大丈夫でしょう、うん、はい、これこういうなんかワントーンの楽しみもいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、うん、まあそういう感じで金子さんみたいに、うん、金子店長みたいにジャケパンで楽しむこともできますし、うん、もちろんスーツで着ていただいてもこうね、うん、中をちょっと柄物のシャツとか、そうですよ、で合わすとより一層引き立つと言いますかね。そうです、柄がチーフとかも正味差しやすいんですよね。ああ、もう差しやすいですね。はい、柄がもう選ばれないんでね、もう何でも OK なんでね、うん、何でもいけるんで、まあその辺すごい、うん、小物類とかシャツとかネクタイ、はい、遊びやすい、ええ、生地なので無地っていうのは、はい、皆さんぜひね、ぜひ行っていただきたいですね。まあ無地といってもいろいろ取り揃えておりますので、うん、こんなのとかいろいろありますんで、ぜひ
もうお店には入っておりますのでね、ちょっと足を運んでみてください。今一番多分在庫多いですからね、春夏の入荷したてやから。そう、そこが一番ね、うん、で勝手な予想ですけど、こういう明るめの色、うん、これはグレーでこっちがスモーキーみたいな、これ多分取り合いになると思います。そう、あの絶対多分これすぐなくなるんですよね。基本的に M2 プラント再入荷ございませんのでだから安いってね。そう売り切っちゃうの で、 そうです、本当に早い者勝ちになっておりますので、うん、今期のトレンドがアースカラーなんでしょ、うん、だってそうです、そうです、もうもろじゃないですかこれ、これとか。そうですね、ちょっとこうねですか、まあ言い方悪いですけど、あえてこうくすんだ色味にしてる、うん、こういう青系とかね、今年はまあアースカラーなのでベージュとか茶とか、そうですよ、まあ、もろ今トレンドですからね、カーキとかオリーブとかね、うん、その辺がトレンドで来るみたいなので、で中でも手を出しやすい色やと思いますね。中でも本当にこれは一番とっつきやすい、うん、これ2着でいいんじゃないですか。そうしましょう、皆さん、ね、この究極金子コーデでお買い求めくださいませ、うん、これでいったらいいですよ、これで4通りってやったらいいです。そうですね、ね、うん、ね、これ無事ね、はい、という感じで、はい、今回、うん、新作の春夏のおすすめ無地、おすすめ無地をご紹介いたしました。無地編です、はい、どうもご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。オーダーチャンネルを面白いと思っていただいた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマホの方は動画の概要欄から、 PC の方はこちらにあるボタンからチャンネル登録をお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。